島流しか。え、島に住まわされるぞ。島流しに会うと思うすか。どういたしたんじゃ。右大臣と左大臣を連れてきたと思う。色を迷えばそれがしはここで幕府を開きまする。集え獣どものやぶいよ。いざ参ろう。なんぞや。たぬき。たぬきのなんぞや。たぬきが。たぬきじゃ。たぬきじゃ。たぬきじゃ。二匹のたぬきが話しかけてきておりゃる。バカしに来よったか。人様をバカしに来よったのじゃよ。まずはそれがしの名前を決めねばなるまいと申すか。やすやすとたぬきに名前を教えては。さようじゃな。バカされてしまいじゃ。さようじゃな。それがしの名前を引き出そうとしてるやもしれんな。かような重要書類に名前をさっと書いては詐欺に遭うだけよ。気をつけよ。少し三島で良いものか。今後のことを考えれば三島じゃな。名前ぐらいはなれば教えてやろう。名前だけじゃぞ、タヌキも。名前以外は一つも情報を教えてはならぬぞ。え、三島立つ。それがしの名前じゃよ。古全部で行くのか、お主。あ、なんと、それがしの生まれた日まで聞いてくるとな。まあ、元旦の正月で参ろうぞ。元禄何年？え？元禄の元禄8年の元旦じゃよ。嘘を思うぜ。嘘を思う、お主元旦は。参ろう。めでたい男の。お主は10月とか中途半端なんだよ。神奈月の中途半端なやつじゃろ。4とかそれぐらいの。なんぞ聞いてくる。あ、いやいやいや。じゃわいやい。あ、身だしなみを言っておるの。なんぞや。身だしなみを。それでよいか。誠も。写し絵を撮ると申しておるぞ。そんなことがあるならば、もっと良い着物を用意してきた。一丁ら。一丁らで持ってきたよ。あ、でもこれ十二一絵で参ればよかったの。それが十二一絵は女子の衣装よ。それがしを決めれるとな。もうお主じゃよこれ。ないないないな。もっと貴族っぽくしたいのじゃよ。ほぼお主じゃな。口周り肌色じゃ。これだけしか選べぬと申すか。口周りは肌色じゃったよ。大いちょうを言いたいのじゃが。大いちょうは言えんのか。力士。もし力士。それぐらいの髪型が良いのじゃが。ああ、おお、マナコが選べるではないか。もっとチリチリじゃがな。マナコはもう、あ、それじゃな。それか、あ、それかの。これ違うの。いないいないいな。いな、もうそれがし独眼竜とかにしたいの。正宗公、伊達政宗。おー、でも目が、その丸目のやつはござらんか。 丸でもよいが、固めはござらぬか。固めはないのじゃ。え、これで参ろう。服も選びたいの。着物が良いのじゃよ。豆吉が喜んでおるのは偉い。ほれ見よ、喝采しておるぜ。いや、騙されるな。タヌキの喝采じゃよ。こやつ人様を喜ばせて今は油断させておるのよ。早いな。島流しか。え、島に住まわされるぞ。え、島流しに会うと思うすか。何をいたしたのじゃ。何をいたしたのじゃ。いや、わからんぞ。いやじゃ、いやじゃ。それがしらは都に住みたいのじゃ。え、それがしのお住まいも聞かれておるの。どこじゃ。来た。お長いの。ギョイ。ゴミだ、ギョイじゃ。重要な局面。うん。はよいたせ。無人島。島流しの島をそれがしが決めると思う。さよ。島流しから先は決めれるのじゃ。まあ、好きな島などないぞ。あ、どれが良いか全く分からんの。みんな同じじゃよ。まあ、されども川が多い方が良いのではのござらんか。しっかり住もうとしておるな。それにいたそうか。まあ一緒じゃけど、ね、違いがあるの。これギョイ。オッケー。もし無人島に一つだけ持ってまいるとしたら、いずれやこれを決めれるのじゃな。持たしてくれるとな。わかり、寝袋、食料、食
無人島じゃからの。まずは寝袋ではござらん。食料じゃろ、無人島じゃ。食料など調達すればよいのよ。頼もしきお方。うん、ま、ん、なんぞや、これ、これやはり島流しではござらぬか。島流しじゃ。共に行くのか、タヌキと。お待ちくだされ、やはり馬鹿され騙されてるような気がいたすの。これは嫌な予感がいたすな。おお、流されてしもうた。これはそれ、なんぞほのぼのとした。いやいや、火に焼けて、お色なんぞや。おお、セミじゃよ、テフテフも飛んでおり。おお、さながら天のようじゃ、川が流れて紅葉しておるの。四季があるとな。四季が巡っておる。これは最高。島流しと思うておったが、楽園や、この世の楽園じゃ。極楽じゃのに来たのやもしれんぞ。愉快愉快。この一族、獣どもの一族だよ。これは楽しげな絵じゃ。これは楽しみじゃ。かような暮らしを求めて我らは島へ移り住むとな。聞いておった島流しと違うの。島流しにあらず、黄泉の国じゃよ。たぬきじゃ。楽しみになってきたの。さあ、なんぞ始まるのじゃが。おお、竹とんぼ。まずはこの獣どもの森で、うん、幕府を開きたいのじゃが、いかがかな。上様、この身を落としてお供いたします、うん、なれば幕府を開こうぞ。敵対する勢力はことごとく駆逐していくのよ、うん、おう、うん、それがしの屋敷じゃな。おお、ついたついた。それどもには騙されておるような気がするの。狸には気をつけねばなるまいな。うん、お、タヌキの棟梁がおるらしいの。なんぞ、まずは棟梁に挨拶せねばならないぞ。タヌキの棟梁におめ見え、いやいやい、おめどおりよ。ここで幕府を開こうぞ。おう、お、あやつか。いやいや、完全に信楽焼きじゃの。信楽の棟梁じゃ。おう、これはそれがしの仲間か。右大臣と左大臣を連れてきたと思う。さよ、犬猿記事の二つよ。天子じゃ、返事をいたせ、返事を。お主じゃよ。行為、見事行為、見事。それがしは島流しされましたぞ。付き人の南条にござります。以後お見知りおきよ。一応今は従ったふりをするのじゃよ。心得た。そうやすやすとはそれがし騙されまいぞ。馬鹿し合いならこちらも乗ってやるわい。たぬきちよ。おお、たぬきちと申すか。だな、それがしは三島と申す。呼んでおるか、おもし。呼んでおる、心得ておる。右のやつは何じゃ、あやつの頭は。あれはカモじゃろ。なんか継ぎはぎが緑ガモの頭が、うん、あら、聞いておら、なんだこれ、なあ、これあ、お、なんぜなんぜ。おお、寝床じゃよ。寝床をもらえるとな。お、あ、おお、巻物じゃよ。巻物じゃ。巻かれておる。ついに始まりましたな。始まりました。おお、参ろう参ろう。あれはそれがしはここで幕府を開きまする。成功したらお主らも使わしてやろうな。おお、顔は覚えた。さあさあ、上様、そうそう、どのあたりに顔を見せよ、こやつ。ああ、ヘルツ殿じゃよ。カモじゃ。緑ガモのヘルツ。後頭部に番号を焼かれておる。焼き印じゃよ。あいつはもともとむごい仕打ちを受けておるのじゃ。よもぎ柿がなっておるのよ。柿じゃよ、リンゴじゃよ。お、お、落ちてきた、落ちてきた。リンゴじゃ、リンゴじゃ。あ、食えるのか。いや、揺らすことはできても。いや、揺らすことができたら食えるじゃろ。食えんのじゃよ。おい、食べ物を粗末にいたすか。食えんのじゃよ。いや、落とすなよ。
お主拾えよ、落としたら。いやこれが万有引力じゃよ。もったいのござる。万有引力の法則じゃよ。万有引力を今やるなよ。俺じゃよ、お主。月は地球に落ちてこ、リンゴは落ちるのに、月は地球に落ちてくる。いや、ニュートン殿じゃよ。真ん中に引っ張られておる。それが引力を今やるな。リンゴがもう12個無駄になった。さて、なれば八重いたすか。早ういたせ。八重すら日が暮れる前に。日が暮れると敵が襲ってきおるのじゃ。おいおい、お主仕切られておるではないか。あれも、おお、二宮金次郎じゃよ。今の間に勉強をする。島じゃよ。島の名をつけれるとな。半端メシテ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 